他の連中は。ティランも覚醒人も識別信号は途絶えてないっすわ。だいぶ行かれちゃってるよ。通信は修理が必要っす。おい姉ちゃん、あのブラフマンとかやつは結局何なんだい。身体構造について何か情報をつかまなければ何とも言えません。さくら、何かわかるか。ブラフマンはまだ自分の力をうまく使えないの。だから今はじっとしてる。じっと。爆発の勢いで地盤が陥没したようだな。ここは放置されてた地下施設ね。ブラフマンはどうなった？わかんない。少なくとも近くにはいないみたい。どうします？赤松さんたちと連絡を取った方が。やってるんだけど向こうから返事が来ないの。やられたんじゃ。コントレーラーはニューロノイドほど丈夫にはできていない。一緒に地下に流れ落ちたとしたらどこかに埋まってる可能性もあるな。よくわからないわ。近くまで行けば電磁波を受信できるんだけど。探しましょう。よし、二手に分かれるがくれぐれも注意してくれ。何かあったらすぐ連絡するんだ。わかりました。どうかな。俺はなんとなく学校の地下で見た光に似てる気もするんだけどさ。そうなんだ。ベターマン、ラミアって最近俺たちの前に出てこねえよな。今度俺たちがピンチになった時、あのお姉さんまた助けに来てくれるのかな。知らない。ヒノキ？わからないよ。私みたいなバカに聞かないでくれる？ごめん。どうして謝るの？ケイちゃんは悪くないよ。私がバカだからいけないの。ヒノキより俺の方がずっとバカだよ。ショウ、私ね、ずっとショウと一緒。
一生章と一緒。ダジャレ言ってる場合か。ごめんなさい。私のせいでブラフマンってできちゃったんだもんね。僕にはブラフマンが何なのかよくわからないがな。簡単よ。空間に存在する気のエネルギーをバランスよく融合させただけ。そのためにそれぞれ別の能力を持ったダウジング使いが必要だったのよ。おいしいカレーを作るのと同じかな。人参、玉ねぎ、じゃがいも、肉、バランスよく入れないとおいしくならないからな。だから超人同盟は私を必要としてたのよね。楓はじゃがいもかな。私はじゃがいも好き。でもね、目が伸びてきちゃったから悪が強くて、そのじゃがいもスキーは食べられなかったの。その目に感謝すべきかな。ショーのおかげよ。超人同盟本社ビルの雨水用の地下プールには200人を超える社員たちが人柱にされていた。ベターマンが人から咲くアニムスの花を利用するように、ブラフマンも人の気を変身の起爆剤に使っているようだ。人柱さんたちの入ってたプールの水って？リンカージェルさ、初期型ティランを呼んだのにはそういう狙いもあったんだ。昨日調べたところ、回収したはずのリンカージェルがコンテナごとすり替わっていた。超人同盟が盗んでたってこと？そうだ。警察をも操って赤松工業に押し入ったのもリンカージェルを狙ってのことだ。リンカージェルってそんなに貴重なものなんだ。しかしそんな彼らの野望もソンジャ・ヤクスミは打ち砕いた。あの人死んじゃったね。ソンジャ・ヤクスギ、思えば彼も人を超えた超人、ベターマンと呼ばれてもおかしくない存在だ。年齢は推定120歳。世界を旅して邪界思念と呼ばれるマイナスエネルギーを排除する活動を続けていた砲術師だった。何か感じる。ブラフマンか。もし奴のエネルギー源がリンカージェルだとしたら、再び僕たちの前に現れる可能性も。あ、どうした？見つけたわ。あれはコントレーラー。この辺はゴミの集積所だったとこかな。何の音？やだ！
見たろ。大変、装甲が溶けてる。シナプス断撃のような化学物質による攻撃か。アーノ君、ヒロキちゃん聞こえるか。ティランでこいつを食い止めるから、覚醒人のアクセプトモードでデータを集めてくれ。やってみます。頼む。当てにしてるからね、ヒノピー。はい、ケイちゃん。しっかりして。ウルフもやだ。ケイちゃん聞いて、私ケイちゃんがいてくれたからここまで頑張れたんだよ。柳さんも楓さんも生きるために戦ってる。私たちも戦おう。よっ、どうした、ケイタ、しけてんぞ。ヒノキさんのデュアルインパルスが 130% を超えています。女の子のアプローチを無視する気？決まったらよ、ケイタ。俺、一人じゃ何もできないけど、俺がいなきゃできないこともあるんだよな。データ集めるんだったな、ヒノキ。うん、私に任せて。わかった。 You have control! I have control! データ転送されたっすわ。かつて人類の種としての限界を予測したネオは、その限界を彫刻しようとした。しかしその試みであるダイブインスペクションは失敗に終わり、やがて我々はモーディワープ、BPL、超人同盟へと分かれ、それぞれの可能性を模索した。その到達点はあのブラフマン。私は認めない。頼む、ティラン、もう少しだけ持ってくれ。あっ、ヒノキ。これがブラフマンの構造。どうなんだ、奴の弱点は見つけ出したのかよ。伸縮自在の身体構造、似たような器官が人間にも存在します。それって、それは暴行。暴行弾。暴行は時に数十倍に伸縮し、分子数個分の厚さとなってもなお機能を維持することが可能です。ブラフマン、強力なダウジングエネルギーを常に発生し続ける核以外は伸縮を自在にコントロールする暴行に過ぎない。頼んだよ、ケンちゃん。ああ、柳さんと楓さんの努力無駄にするかってんだ。ブレイクシンセサイズ。機体が限界だ。大丈夫、ケイ君とね、リンカージェルに伝わる人のデュアルインパルスを学習できるの。今まで一緒にニューロノイドに乗った人の能力を上手に自分の能力に変換していける成長型ヘッドダイバーね。だから意外と簡単にブラグマンをやっつけちゃうはずよ。チーセット。シナプス断撃。人が放ったのは敏感アルカロイド系をベースに合成した化学物質。ああ、それ知ってる。種なしブドウを作る薬でしょ。
ねえ、これで細胞活性力を抑制できます。バランスを崩したブラフマンは体をコントロールできなくなるはずです。やったか。ああ、君たちの勝利だ。青野くん、ヒノキちゃん、柳さんと楓さんがいてくれたから。あれ、何か来るよ。戦車みたいな、うん、4つかな。なんだこの音は。本部から来たデュアルトライブ部隊。やったー、助けが来たんだね。なんとか持ちましたわ。もう少し早かったらここまで苦労しなくて済んだのによ。ブロッサム、開発されたばかりの新型ニューロノイドです。後の処理は彼らに任せるとするか。凄まじいな。ええ、ブロッサムは戦闘用として開発されたニューロノイド。ヘッドダイバーも脳手術による疑似デュアルカインド、すなわちデュアルトライブとして常に特殊訓練と調整を行ってきましたから。やれやれ、モードアープはどっかの国と戦争でもやらかすつもりか。あそこにいるのはかわいそうな罪人の群れ。さくら、どういうことだ。ヴィランのローターは破損して高速移動できない。先に行くんだ。見捨てていけるわけないっすよ。後ろに来てる。戦わざるを得ないな。だが現れるぞ、カンケルが。ならばフォルテを使う以外道はない。お腹痛。くそ、うん、来たよ。予想通り現れました。恐ろしいほどの戦闘力だ、ベターマン、フォルテ。だが僕はあの時聞いてしまった。奴は自分の都合で戦っているに過ぎない。その本当の目的は、
ぎる。まだ終わらないの。来るよ。菩提樹、パキラ楼に続いて、やはり次はこの私を狙ってきたか。ダメだ！ルーメン、盾となるつもりか。行け、希望とともに。怖い。